こんにちは、ヘアカラーの先生、髪トレの岡鍋です。今日の内容はですね、ファッションカラーを使って白髪染めをする時のメリットとデメリット、これについて詳しくシンプルに解説していきます。白髪染めのやり方もですね、すごく多様化していますよね。グレーカラーで染めてるんだけども、ファッションカラーがいいらしいんだけどどうなのとか、ファッションカラーでやってもやっぱりなんかうまくいかない、いろんな感じでジレンマを感じている美容師さんも多いと思います。そこでですね、今日の内容はそこをポイントを絞ってですね、考え方、メリットデメリットについて解説していきますので、ぜひ最後まで動画をご覧ってください。このチャンネルではですね、お客様が年を重ねてもずっと安全にヘアカラーを継続できるエイジレスヘアカラーのポイントについてシンプルに解説していきます。なので美容師さんへのヘアカラーの情報提供はもちろんですし、お客様へもヘアカラーのポイントをシンプルに解説していますので、興味ある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ファッションカラーの薬剤を使って白髪を染める一番のメリットは、明るさを調整できることです。明るさを調整できることはどういうことかっていうと、白髪が少なくって黒髪の方が多いお客様、ちらほら気になり始めがすごく気になるってお客様も多いと思うんですよね。そこで暗めの白髪染めでポーンとしてしまうと、その日はいいんだけれども2週間でなんか白く見えててすごく気になる、そういうお客様っていうのは多いです。なので髪トレではですね、明るさを出してこうできる限り白いところが目立たないようなヘアカラーのやり方もよく紹介させていただいているんですね。その場合はやっぱり明るく、黒髪を明るくする必要があるんですよ。で、黒髪を明るくするのが得意なのはグレーカラーかファッションカラーかどっちですかって聞かれたら、ファッションカラーですよね。暗くも明るくも染めることができるのがファッションカラーを使って白髪染めをする一番のメリットで、もう一つ大きなメリットがあって、色の選択肢が非常に広いです。どうしてかっていうと、グレーカラーでもアッシュとかピンクとかいろんな色がありますよね。ただやっぱり色っていうのがあまり強くはしっかり出ないと思うんですよ。で、ところがファッションカラーの場合は明るさも出すこともできるし、色を強く出すこともできる、そういうメリットがありますので、こんな風に真っ赤に白髪を染めたりとか、いろんなことができるんですね。ちょっと極端な例にはなるんですけれども、多彩な色表現が可能、これも大きなメリット。次はデメリットについてお話したいんですけれども、これはですね、レシピを考えなきゃいけないことです。どういうことかっていうと、グレーカラーってもう色が、白髪が染まる色の濃さで色のタイプが揃っているんで、例えて言うとパッケージになっている旅行みたいな感じなんですね。これを購入すれば飛行機も行き先とかも全部まとめてセットになっているような状態。型やファッションカラーで白髪を染めるよりはメリットは多いんだけれども、いろいろカスタムして飛行機も自分で取らなきゃいけないし、ホテルも自分で予約しなきゃいけない、そんな感じの違いがあるので、結構面倒に感じる方も多いんじゃないかなと思うんですね。ただ旅行でもですね、やっぱり慣れてきたらいろんな自分の行きたいところに行きたい時間に行けた方がいいですよね。そういう調整をしなきゃいけないっていうのは、ファッションカラーを使って白髪染めをするのにはちょっとカラーが苦手な方にはデメリットなんじゃないかなと思います。グレーカラーを使ってお客様に提案できる範囲ってね、やっぱりちょっと少ないですよね。それでいいお客様はいいんですけれども、明るくしたいお客様の時には対応ができないとか、もっと私ピンクの濃い色を出したいのって言った時には、白髪染めのグレーカラーの薬剤では難しい。そこも踏まえてですね、ファッションカラーを使って白髪を染めるメリットとデメリットっていうのは、結構こういうところがポイントなんじゃないかなと考えていますですね。今回ですね、2024年の1月29日の月曜日に、この内容についてより詳しく解説するオンラインのセミナーを開催します。お申し込み方法なんですけれども、まず、髪トレの LINE にご登録いただいて、その後にセミナーの申し込みができるようになってますので、概要欄に髪トレの LINE のリンクが貼ってありますので、そちらからまず友達登録をいただいてですね、下のメニューのセミナーっていうところがあるので、そちらを押していただいて、お申し込みができるようになってますので、髪トレのセミナーに参加いただいたことがない方、もうすでに LINE にご参加いただいていて、いろいろ見てくださってる方もですね、なんとなくファッションカラーで白髪染めをした方がいいような感じがあるけれども、結局どういうのがいいかわからないって、そういう方へ迷いがなくなるセミナーになりますんで、興味ある方はぜひお申し込みいただいてですね、ご参加ください。お子さんがいらっしゃって夜なかなか時間が取れないって方へ向けてもですね、録画受講も可能ですので、リアルタイムじゃなくても、後ですぐ動画を見れる URL を LINE でお送りしますので、時間が合わない方とかお忙しい方もご安心ください。いろんな方に見ていただいてですね、一個でも疑問がなくなってですね、ヘアカラーをすることが楽しくなるようなセミナーにしていきますので、ぜひご参加ください。
今日の話をまとめるとですね、ファッションカラーを使って白髪を染めるメリットは2つあります。1つ目は明るくもできるし暗くも染めることができる。もう1つはファッションカラーは色の濃さをかなり調整が可能ですので、いろんな色の提案ができます。デメリットはカラーが苦手な方からするとレシピを考えるのが難しい。今日の内容が参考になりましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ね、まあ、ファッションカラーを使うのもいいし、グレーカラーを使うのも髪トレではですね、どちらも重要なポイントとして解説しています。ただいろんな表現ができるって意味ではファッションカラーを使っての白髪染めっていうのは外せないポイントです。なのでよくわからないなとかピンとこないなって今感じている方にはですね、まず今回のオンラインセミナーにご参加いただいて知識を紐解く糸口になると思いますので、ぜひ髪トレのセミナーをご活用ください。で、今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。